初勝利なるか、はたまた首位浮上か。2022-23 WE リーグカップグループステージグループ A 第4節、マイナビ仙台レディース対チフレ AS エレフェン埼玉の一戦です。会場は宮城県にありますユアテックスタジアム仙台、実況は森田優斗でお伝えします。気象コンディションです。天候晴れ、気温26度、湿度 66%、 風南東の風が2メートル吹いています。 WE リーグ2年目となる2022-23 シーズン、今年から WE リーグ初のカップ戦がスタートしました。全11チームをグループ A、B の2つのグループに分けて対戦します。各グループ1回戦制のリーグ戦を行い、それぞれ1位チーム同士で決勝戦を行います。決勝戦は10月1日に味の素フィールド西ヶ丘で開催されます。さて、もう間もなくで選手たちが入場してきます。現在仙台は勝ちがない中で6位、一方の埼玉は負けがなく現在3位、今日勝てば首位に浮上です。その両チームの今日の一戦です。両チームは他チームと比べて1試合消化が少ない中で今日は3試合目を迎えます。仙台はここまで0勝1分け1敗6位、埼玉は1勝1分け0敗で3位です。さあ、もう間もなくで選手が入場してきます。マイナビ仙台レディース対チフレ AS エレフェン埼玉。それではお待たせいたしました、両チーム選手の入場です。審判団を先頭に選手が入場してきました。画面左、水色のユニフォームがマイナビ仙台レディース、白のユニフォーム画面右側がチフレ AS エレフェン埼玉です。両チームは昨シーズン2試合戦いまして仙台の2勝でした。仙台は昨シーズンは5位、一方の埼玉は昨シーズン11位でリーグ最下位でした。仙台にとっては相性のいい相手の埼玉との一戦、ホームで初勝利なるか。一方の埼玉は今日勝って首位浮上なるか、注目していきたいところです。S スタイル編集長五十嵐かな様、日刊 S スタイルウェブ編集長鈴木萌香様、 S スタイルブランドマネージャー安藤ゆかり様です。マイナビ仙台レディースのスターティングメンバーです。ゴールキーパー松本真美子、ディフェンダー国武愛美、一瀬奈々、高平美優、万谷美穂、ミッドフィルダーは西野茜、中島恵美、隅田凛、フォワードは矢方美優、スラジャナ・ブラトビッチ、宮沢ひなた、控えのメンバーは斉藤彩香、佐藤楓、ポンピルン・ピラワン、こちら新加入の選手、松永美奈、船木美奈、後藤美智、武田奈々子、以上7人。監督は松田武雄監督、就任2年目の監督です。今日の試合を裁く審判団です。主審は山本真理、副審は朝倉美奈子、上田千尋、第4の審判は吉田瑞希、以上4人の審判団で今日の試合が行われます。今キックインセレモニーが行われました。一方のチフレ AS エレフェン埼玉、ゴールキーパー船田真由、ディフェンダー小田千尋、橋沼真帆、木下しおり、松井彩乃、ミッドフィルダー佐久間美希、川野樹里、唐橋真由、吉田理子、フォワードは湯村光と西川明日香です。控えのメンバーは浅野夏実、岸実紀、金平梨沙、瀬野優希、三浦桃、中村由志香、瀬戸口梢、以上7人。率いますのは田辺智恵監督です。こちらは就任1年目の監督です。さあ、まだこのカップ戦では勝利がないという仙台、注目は背番号15番のブラトビッチです。新加入の選手、身長は174センチあります。この選手の加入で攻撃の選択肢が増えたとチームスタッフも話していました。ただ前節は
スターティングメンバーで名を連ねましたが、なかなかこの選手にボールが収まらず、ゴールそして得点という流れにはなりませんでした。今日はいかにこの選手にボールをつなげてゴールへと結びつけられるか。こちらが館です。館は裏への抜け出し、積極的な仕掛けが魅力的な選手。この館、ブラトビッチ、この2人の選手でいかに得点へと絡んでいけるか、こういったところが、この2人の活躍が勝利の鍵を握ってきそうです。一方こちらが白のユニフォーム、チフレ AS エリフェン埼玉、現在3位です。勝って首位浮上を目指す中で、注目は背番号11番の湯村光です。こちらです。湯村光はスピードのある選手です。献身的な守備、そして攻撃の起点も作るという湯村。昨シーズンは3ゴール挙げましたが、このカップ戦ではまだゴールはありません。さあ埼玉がエンジンを組みます。もう間もなくで試合が始まります。前節勝利しているエースエリフェン埼玉、一方前節は新潟相手に0対2の完敗、なかなか得点へとつなげられなかった仙台、反省点を克服し今シーズン初勝利を目指します。さあ両チームエンジンが解かれました。まずは白のユニフォーム、チフレ AS エリフェン埼玉のボールで試合が始まりそうです。埼玉はここ2試合ともに先制点を取っています。先制すれば負けていない埼玉ですので、仙台としては先に点を取ることが大事になってきます。前半が始まりました。まずは前線に蹴り込んでいきました館、ヘディングでボールの競り合い、こぼれたところ17番の松井が前線に蹴り出していきましたが、ここはキーパーのところまで流れます。まずは先制点というところに注目を置いたいところです。さあ4番の高平から前線へ、ただここは向こう側のタッチラインを割っています。こちらが高平です。高平は2試合連続スタメン、フルで出場しています。スローインは白のユニフォーム、右から左に攻める埼玉、前線へ拾ったのは高平、高平から一旦下げて、こちらは一瀬から松本、もう一度一瀬に戻します。キャプテンの一瀬です。前節は新潟相手に試合開始直後に失点を許したというこの仙台、まずは守りの部分注意していきたいところです。1対1の競り合い、手前側のタッチラインを割っています。背番号5番の国武、松井からのスローイン、リターンで松井、このこぼれ球国武、しかしボールを拾ったのは湯村、こぼれたところ一旦かわして戻して松井から中へのボール、ここ拾ったのは館、こぼれたところ追いかけていきますがゴールラインを割りました。ゴールキックに変わります。こちらが館です。館は第一節でゴールがありました。仙台としてはこの2試合戦ってこの館のゴールのみという形になっています。こういった得点力不足、こういったところも今日の試合で改善していきたいところです。キャプテンの一瀬からのロングボール、その館に通ります。こぼれたところ湯村が拾いました。湯村から右へワンタッチ、ただここはしっかりとケアしています仙台。8番の川野から右へ、15番の小田、一旦下げてこちら木下、
松井がボールキープしますが、2人がかりで行きます。仙台手前側のタッチラインを割りました。試合の入りとしては落ち着いた入りとなっています。木下からゴールキーパーブラッドビッチが行く。ただここは前線に送りました。さあ左サイド24番の吉田、吉田が中に切り込んでいく、シュート右足、まだボックス内、ヘディング、キーパーのところまで行きました。キーパーキャッチ、一つチャンスを作った埼玉です。背番号26番の西川、西川は前節ゴールを決めています。2試合連続で先制点を取っているというこの埼玉です。こちらが西川明日香、なでしこリーグ一部では得点王にも輝いたことがある西川です。こぼれたところ前線へと高平が送りましたが、ここは埼玉がボールを奪っています。吉田から11番の湯村、果敢に中へと切り込んでいく序盤の埼玉です。笛がありまして仙台ボールに変わります。序盤に先制点を許した、前節序盤に先制点を許した仙台、キャプテンの市瀬からのボール、キーパーの松本、この松本も2017年のなでしこジャパン女子日本代表でもあります。さあゴールキーパーのところまでボールが流れていきました。今日のキーパーは船田です。船田真由は2試合連続でのスタメン、前半5分を経過しています。両チーム今のところまだ大きな動きというのはありません。こちらが仙台の10番中島、中島は新加入の選手、攻撃力、攻撃の起点になるという選手です。スローインボールを奪ったのはプラトビッチ、右へ送ってこの位置には館がボールを収められるかというところですが、なんとかかき出していきました埼玉です。この試合初めて前線にボールを送れましたが、フィニッシュとまではいきませんでした。ただもう一度仙台ボール、西川、高平から左、22番のマンヤ、そして左サイドから攻撃の起点を作っていきます。クロスボール、中央ヘディング、クロスバーの上、一つチャンスを作りました。こちら館です。非常に惜しいシーンとなりました。今のシーン、ヘディング、クロスバーのわずか上、チームでこのカップ戦2試合戦って唯一得点を挙げているこの館、昨シーズンは7ゴール挙げました。チーム内では2位の数字、得点力のあるこの館にいかにボールを収めていけるか、今日の仙台です。キーパーからのボールは松井、そして吉田へというボール、こぼれ球拾ったのは仙台、ただ奪い返した、こちら湯村、素晴らしい、背番号10番の中島、パワーがあります。ただこぼれ球拾ったのは埼玉、左吉田から中へ、まだボールはあります。埼玉、かき出していったのは仙台、手前側のタッチラインを割ってすぐにリスタート、いい流れを作れそうです。この埼玉です。ふわりと浮いたボールは中、西川の前でした。
込まれる時間がやや多くなっている仙台。仙台のスタイルとしては投手で主導権を握りアクションを起こしていくスタイルです。そういった点でまだ主導権は握りきれていないか。10番の中島から左のキャプテン一星、さらに左に展開していきます。一方の埼玉は組織力が魅力のチームです。全員で戦って、さあシュートを放ちましたが、これはクロスバーの上、遠目から放っていきました。果敢にゴールを目指していったという埼玉です。長いボールはヘディングで折り返します。手前側のタッチラインを割りました。白の埼玉ボール、ダイレクトで前へ送っていきます。ユームラがすらしましたが、ここには誰も走っていませんでした。高平がケアして一世を送ります。この一世が攻撃の起点になっていきます。さあ左へ展開、マンヤがドリブルで前に運びます。中にはブラトビッチがいる。ただ相手にやや足が引っかかったでしょうか。こぼれているところをかき出していきます。さあ仙台が少しずつ主導権を握り始めたか。右館、やや今のコンビネーションのところ、足元芝生に引っかかったでしょうか。背番号5番の国武です。この国武に通っていればというところでしたが、前半も10分を経過した今日のゲームです。先ほど倒れていたこの国武ですが、少し右肘のあたりを気にしているでしょうか。ただ立ち上がっています。スローインは青の仙台からです。もう一度仙台ボール、国武から一世から高平から左万屋、1対1かわして26番の西川、失礼、青の仙台、中にボールを運べるか。まだチャンスはあります。国武、ブラトビッチが落として22番の万屋から左、さあボックス内、チャンスを作りましたがキーパーが抑えています。ここまでは両者ともに得点がありません。仙台の26番は西野あかねです。このカップ戦は初スタメン。一瀬からのボールは左へ、9番の宮沢から通った、シュートを放っていく。7番の隅田が放ちました。まだボールは残っているか。ラインは割っていたようです。さあこの試合初めてのコーナーキック、今のシーンです。
中島から隅田へというボール、最後はラインを割りました。キッカーは中島です。インスイングのボールになります。さあどこを目指してくるか、ニアです。ここは向こう側のタッチラインを割りました。まず初めてのコーナーキック、チャンスを生かせませんでした仙台。ただもう一度ボールはあります。9番の宮澤、ふわりと浮かせたボールは中へ。胸でトラップした優村、前線へクリアしていきました。向こう側のタッチラインを割って仙台ボールに変わります。ここまで2試合連続で先制点を取っている埼玉、まだ得点はありません。最終ラインからつないでいきます。向こう側のタッチラインを割って白の埼玉のボール。埼玉の田辺監督は前節は前半は思い通り進められた、ただ後半押し込まれて跳ね返すことができなかった、そこが改善点だという話をしていました。前半は前節と同じように、そして後半は前節の改善点、この反省点を生かしていきたいという埼玉です。一方の仙台としてはまだこのカップ戦勝利がありません。さあ裏のスペース、走り込んでいった館、ブラトビッチも行きますが、ここはキーパー前線に蹴り込みます。足元を収めた高平に一旦戻して、キャプテンの一瀬、仙台は新戦力の加入と昨シーズンから残る選手の間で競争が高まっている印象だとチームスタッフは話します。さあ中にブラトビッチ、足元に収められない、こういったプレーが前節から目立っているブラトビッチ。遠目から宮澤、ここはブロックに跳ね返されます。さあ一人で持ち上がっていく優村、背番号11番、遠目から左足のシュート、よく取りました。仙台のキーパー松本、松本は昨シーズンは19試合出場しました。さあ一つチャンスを作った埼玉でしたが、よく守りました仙台。一瀬から縦へ通す、国武、一旦キープしてから下げて一瀬、4番の高平から、7番の隅田、そして宮沢から中、もう一度宮沢から館の左足、まだセカンドボールあります。この位置に優村、しっかりとケアしています。さあカウンターを仕掛けるか、埼玉ボール、ここは仙台がしっかりと守備を固めていました。まだ得点が入っていない両チーム、前半も3分の1を経過しています。向こう側高平からこの一戦、この2人から仙台の攻撃は始まっていきます。隅田、そして右の国武、縦へのフィード、走り込んでいくのは嫌方ですが、これは追いつきません。ダッチラインを割って埼玉ボールに変わります。序盤を見てみますと、この8番の仙台嫌方が攻撃の起点になってチャンスを作っている印象です。5番の国武から22番の万谷へ、
マイヤ左足前線へ、ブラトビッチ打てるか、3人がかりでいく、なかなかシュートをまともに打たせてもらえないというこのブラトビッチ。埼玉の田辺監督も今日注意したいのはこのブラトビッチ選手なんだという話もしていました。足元に収めてから前へ向けなかったというブラトビッチ。ただ仙台はコーナーキックのチャンス、キッカーは先ほどと同じく中島です。今度はどこを目指すが、中央ベラトビッチの前、こぼれているところ、ふわりと浮かせて館の前、宮沢が行き、もう一度宮沢左足のシュート、クロスバー跳ね返ったところ、隅田から中島へ、中島の左足クロスを入れていきましたが、なんとか跳ね返しました埼玉です。波状攻撃を見せていったという仙台、ただゴールラインを割ることはできませんでした。徐々に主導権を握りつつあるという仙台、市瀬がこの位置にいます。国武と市瀬がポジション少し変わったでしょうか。中島がボールをキープ、左からドリブルで中へ、ふわりと浮かせたボール、まだありますボックス内、館がキープする、一旦宮沢に預けます。ブラトビッチ、宮沢、ムネズトップ、ここはキーパーがキャッチしています。徐々にゴールに迫ってきている印象の仙台。この1週間は全員がハードワークをし、勝利への意識がさらに高まっている印象だとチームスタッフは話します。ふわりと浮かせたボール、裏のスペースを目指したか、ただキーパーのところまでボールは転がります。仙台は前節終盤からサイドを活用した攻撃でいくつかチャンスメイクができたという試合でした。その流れをこの試合に生かせているか、徐々にいい流れを作りつつある仙台です。17番の松井、ボールを奪いました隅田から中へ、宮沢へというボールでしたが、ここは足を出していきました。背番号8番川野、そして追いかけていくのは小田、向こう側のタッチラインを割りました。少し押し込まれる時間が続いている埼玉です。もう一度スローインは埼玉、前半20分を経過しています。先ほどのシーン、宮沢がチェイシングしていって、この素晴らしい守り、浮いたボール胸でトラップして、ここは高平から宮沢、さらに西野、市瀬から館を経由して国武、低いボール宮沢の前、宮沢がかわしてというところですが、もう一度隅田下げて、高平から宮沢、ふわりと浮いたボール、ビザプラットビッチの前、館、中島のシュート、パンチング抑えました。またしてもいい攻撃を見せたマイナビ仙台、ふわりと浮いたボール、ブラトビッチの前、館も飛び込んでいき、最後は中島。
中島はまだこのカップ戦ではゴールはありません。キーパーを追っていくユームだ。高平から万谷へ。チャンスをお互いに作れていますが、まだゴールライン割れていません。前半現在23分、向こう側でのボールの競り合い。1対1、ここは4番の橋沼がクリアしていきました。仙台のチャンス、マイボールの時間が続きます。橋沼から前線、足元を収められるか。24番吉田から前へのボールは通りません。松井が走り込んでいきました。西川が行く。ヘディング落として西野から宮澤、またしてもボールを奪いました。仙台です。右の国武かわして、22番の万谷リターン。中島から隅田、宮沢から隅田、左へ高平がこの位置まで上がっています。前線に送っていって、この位置走り込んでいく宮沢、足元収めます。15番の小高対応、ここは短いボールになりました。ボールを奪ったのは埼玉、小田からのボール、西川を目指したところでしたがボールを奪います。仙台ここはミスキック。さあチャンス、カウンターを仕掛けたい埼玉、なかなか前につながりません。木下から左の松井、さらにはユームラへというところでしたが、ここをケアしていたのはキャプテンの市瀬。ゴールラインを割りました。しっかりとこういったリスクケアできているというセンターバックの市瀬です。前節の反省を生かして、ここまではしっかりと攻守の切り替えができている仙台。中央の館へ、胸にトラップ、ユーブラ、笛はありません。手前側のタッチラインを割りました。吉田が走り込んでいきましたが間に合いませんでした。ヘディング吉田、橋沼から一旦キーパーに戻します。船田、そして木下から吉田、ヒールで落として8番の川野ジュリエというところでしたが、つながりません。こちらが24番の吉田です。
木下がキープしてキーパーへ。ボールの競り合い、唐橋が向こうのタッチライン割りました。唐橋真由、第一節では直接フリーキックを決めて先制ゴールを決めたという選手です。まだ0対0、もう間もなくで前半の30分を迎えようというところです。国武が中へスルーして、この位置には西野、西野から宮沢、左に展開、隅田から館へというところでしたが、ブラトビッチも行きますがフィニッシュとまでは行きませんでした。しっかりとこの吉田がケアをしていました。4番の高平です。高平はディフェンダーではありますが、昨シーズン1つゴールを決めている選手。身長は166センチ、女性の中では高さのある方です。3番キャプテンの一瀬から館へ走り込んでいきます。さあ中には2人、ブラトビッチもいる。ここは中島からブラトビッチのヘディング、飛び込んでいきましたがゴールラインは割りませんでした。中島から素晴らしいボール、最後飛び込んでいったブラトビッチ。新加入の選手、身長は174センチあります。このブラトビッチの高さも生かしていきたいという仙台。前半も30分を経過してまだ0対0、試合の入りとして埼玉が押し込む時間もあったんですが、その後は仙台が前へ前へという時間が続いています。一瀬から高平、中に走り込んでいるのは隅田とブラトビッチです。ボールを奪ったのは埼玉、橋沼からふわりと浮いたボール、西川の前、埼玉の前線、西川、この辺りをしっかりと仙台キャプテンの一瀬がケアしています。さあチャンスを迎える仙台です。またしてもコーナーキックのチャンス。徐々にゴールが近づいてきているようにも感じます。キッカーは中島恵美は新加入の選手、右足ですのでインスイングのボールになります。中央ブラトビッチの前、まだボールはあります。セカンドボールを拾いました。宮沢から下げて国武、さらにはこの位置万屋からふわりと前線へ。ヘディング追いかけていくのは高平、さらにはこの宮沢、ボールを奪いました。3番の一瀬、
高平、左足やや強くなりました。西野へのボール、追いかけていくのは万谷、なんとかボールを残します。仙台としては今シーズンこのカップ戦はまだ1得点しかありません。まず先制点を取って試合を優位に進めたい仙台です。一方埼玉としては先制点を取ればまだ負けていないという中で、まず先制点を取りに行きたいところ。ただ今は押し込まれる時間が続いていますので、なんとかゼロで防ぎたいところ。湯村から前へ、高平、さらには隅田、こぼれたところ西川、追いかけますが仙台がキープします。我慢の時間が続く埼玉です。ブラトビッチ、足元を収めることはできません。8番の川野、川野から一旦下げていきます。唐橋、後ろから西野が行きますが死守しました。ヘディングで木下、こぼれたところ吉田、木下から中へ、さあパスが通ります。ただなかなかリズムとしては作れていないか埼玉。リズムという点では仙台に分があるように思います。西野から国武、一瀬から国武、松井が行きます。さあボールを奪った湯村がボールを持ちました。ボールをキープ、吉田へというところ、なかなか合いません。湯村にボールが渡ると仙台はしっかりと圧をかけていきます。前半もあと10分を切っています。まだ0対0。いい流れを作れている仙台としては今のうちに1点を取っておきたいところ。ただ埼玉の素晴らしい守りに阻まれています。一瀬からここはボールを奪った埼玉、木下、後ろから行く館が行きます。ヘディング落として胸で収めた吉田、前へ向きたいところ、もう一度吉田が奪い返します。8番の川野、川野から前へ、胸で収めた唐橋、唐橋から左、佐久間が走っていく、佐久間と万谷、万谷が先に追いつきました。向こう側のタッチラインを割りました。さあ久しぶりに埼玉がこの位置まで来ました。前半も10分を切っているこの時間帯、ただすぐにボールを奪ったのは仙台。ホームでこのカップ戦初勝利をつかみたい仙台です。追いかけていく湯村、中島がこの位置、一瀬がドリブルで前に運びます。
ぼれたところ、ボールを奪ったのは埼玉、吉田、上がってきている松井、もう一度吉田、吉田からワンタッチ、もう一度吉田に戻します。少し自分たちのサッカーを取り戻しつつあるか埼玉です。組織力で戦っていきたいと話していました。吉田の足元、笛がありまして埼玉ボールに変わります。キッカーは木下、木下から湯村へすらして、ここはキーパーが抑えます。松本真美子、キーパーの松本は初戦は先発でフル出場しましたが、2戦目はサブとしてチームを支えました。3戦目を迎えているという両チーム。5番の国武、かわして館に預けます。館から中島、もう一度館、国武、こぼれたところ、27番の唐橋、唐橋から松井、下げて木下、松井から湯村へ、さあ一瀬から前へというところでしたが、前線には上がっている選手がいませんでした。前半のうちに先制できるか、縦へのパス、唐橋がケアしています。ふわりと浮かせたボール、さあ走り込んでいる湯村、一瀬がまたしても守りでしっかりと見せます。埼玉の前線、石川優村はこの仙台キャプテンの一瀬になかなか攻撃の機会を作らせてもらえていません。国武、から松本、もう一度一瀬、ブラトビッチ、ヒールで流しますが、ここにいたのは埼玉の選手、17番松井、胸で収めた、ブラトビッチが頭でいく、場内から拍手が湧き上がります。しっかりと粘りを見せてボールをキープしました。試合時間も残り3分少々となっています。失礼、前半も3分少々となっています。宮澤からのボール、ベラトビッチ、後ろから行くのは湯村、スピードがあります。そしてこの位置、中島、宮澤が行きますが、ここはしっかりとケアしています。26番の西川、前線の選手ですが、この位置まで下がって守りを見せています。左足のクロスはカットしました。向こう側のタッチラインを割っています。中島が左から起点となってクロスボールを上げていく仙台。前半残り時間もわずかです。
マイヤーから股を抜いた、ふわりと浮かせたボール、ブラトビッチ、シュート決まった。前半の44分、ようやくこのブラトビッチが決めました。174センチの高さを生かしたゴール。この隅田からのクロスも素晴らしい精度でした。ドンピシャ、ゴールラインを割りました。前半開始早々からチャンスを何度も何度も作っていた仙台、前半44分先制です。さあ一方の埼玉としてはカップ戦この3試合目にして初めて先制点を奪われる形となりました。まだこの2試合追いかける時間がなかっただけに初めてリードを許す展開となっています。さあ前半終了間際にいい形で1点を取ることができました。この15番のブラトビッチ、前節はなかなか決定機を決めきることができなかったブラトビッチ、その反省点を生かしてリベンジをしっかりとこの試合で果たしました。一方埼玉、もう1点はこの前半のうちに取られたくないでしょう。ただ仙台が果敢に前に攻めていきます。宮澤から高平、スルーして隅田の右足、これはゴールポストの右。ここで前半終了のホイッスルです。前半1対0、仙台が前半終了間際このブラトビッチのゴールが決まりまして先制点を取っています。一方のこの埼玉としては3試合目にして初めて先制を許す、リードを許す展開となっています。前半45分終了して1対0、仙台がリードで後半へと折り返します。
2022-23 B リーグカップグループステージグループ A 第4節マイナビ仙台レディース対チフレ AS エレフェン埼玉の一戦、前半はたびたび仙台がゴール前に迫りながらもなかなか得点をできませんでした。しかし前半終了間際44分にブラトビッチにゴールが生まれて1対0仙台がリードしています。ではその前半の様子をハイライトで振り返っていきましょう。 B リーグカップグループステージ第4節仙台対埼玉の一戦です。青が仙台、白が埼玉です。まずチャンスを作ったのは仙台、22番のマンヤのこのクロスから最後は館のヘディング、クロスバーの上でした。さらにその2分後今度は宮澤、ボールをキープして遠目からのシュート、これもクロスバーの上、再三ゴール前に迫ります。一方埼玉は16分、カウンターです。ユームラがこの位置でボールを奪って自らドリブルで運んでいき、3人がかりで仙台は行ったんですが最後フィニッシュまで持っていきました。ただその中で仙台キーパーの松本がよく反応しました。会場からも拍手が沸き起こったこのシーンです。仙台は23分、この位置から中島がシュートを打ちますがここもキーパーがキャッチ、なかなか点が取れそうで取れないという時間が続きました。しかし44分でした。この隅田からのクロスボールにブラトビッチ、素晴らしい精度のクロス、それにドンピシャで合わせたというブラトビッチが先制ゴールを決めて前半終了1対0仙台がリードしています。さあハーフタイム、選手たちが飛び出してきました。今のところどうでしょう、後半に入っての選手交代ですが、選手の交代をお知らせします。あ、選手が交代しますね。松井彩音選手に代わりまして、埼玉は選手の交代をお知らせします。背番号17番松井彩音選手に代わりまして、背番号5番瀬戸口梢選手、17番の松井に代わって5番の瀬戸口、背番号20番石井祈り選手が入りました。さらに西川飛鳥に代わって背番号20番の岸実りが入ります。2人入れ替えてきたという埼玉です。一方こちら青の仙台です。選手の紹介をお知らせします。背番号13仙台も交代があるようです。26番の西野に代わって19番の佐藤楓、背番号19番佐藤楓選手が入りました。2人交代するようですね。さあ1点をリードして仙台のボールでスタートします。ボールの近くにいるのは先制ゴールを決めたブラトビッチ。後半は青の仙台が右から左に攻めます。一方の埼玉は左から右に攻めていきます。高平から前線、さあ最終ライン埼玉、
ここは手前側のタッチラインを割っています。こちら背番号9番の宮澤ヒリング、その宮澤の前、失礼、13番の武田、この選手が新しく入っています。スルーして武田からマイヤー、もう一度武田にリターン。武田は前節スタメンでした。ただ今日はサブからの出場。マイヤーからのクロス、ユウムラから縦、なんとかボールをキープしました。飛び込んでいくのは館、前にボールを送らせません。こちら3番の市瀬、今のシーンです。市瀬がしっかりと相手にボールを渡さない、素晴らしい献身的な守備をしています。追いかけていくのは19番の佐藤、ここが佐藤です。さあ向こう側ボールの争い、24番の吉田がボールを持つ、中にはユウムラがいる、その前でカットしました。足を出していったのは背番号3番の市瀬、ワンタッチ川野から中へ、24番の吉田ダイレクトでシュートを打つ、浮いたボールに対して反応していきました。今のシーンです。さあ仙台の武田からドリブルで前へ運んでいこうかというところ、しっかりとケアをしています岸、チームの中心選手であるこの岸みのり。ただボールを奪ったブラトビッチの左足、二人がかりでいきます。手前側のタッチラインを割りました。1対0、このカップ戦初めて追いかける立場となった埼玉。吉田がボールを持ちます。駆け上がっていくのは川野、裏のスペース抜け出していった、川野につながるか、追いついてクロスボール、ファーサイド飛び込んでヘディング決まった、同点。埼玉が後半開始早々同点ゴールを決めました。決めたのはこちら、8番の川野が行きクロスボールに飛び込んでいきました。ゴールを決めたのは28番の佐久間ということです。佐久間が同点ゴールを決めて1対1、同点に追いついています。試合を振り出しに戻しました。この佐久間のゴールで同点に追いつきました。前半終了間際に仙台が先制して後半開始直後すかさず追いついた埼玉です。さあまたしても振り出しに戻しました。吉田が前に運んでいく、3人がかりでいきます仙台。先ほどゴールを決めた佐久間から右へ、ユムラがボールを拾います。
ボールを通した28番の佐久間からこの8番の川野へというボールですが前に繋がりませんでした。一旦下げてブラトビッチが行く。体の強さがあります。ここは足を取られたか。13番の武田ケアをしていきました。この15番の小田です。小田は西登録の選手、スルーパスが武器という選手です。マンヤから高平、一瀬から縦へ館がキープします。宮沢から13番の武田へというところでしたがカットしました。今右から走り込んでいったのは優村でした。そこを狙ったボールでしたが手前でカットした仙台。ふわりと浮かせたボール、ブラトビッチ目指したボールですがゴールキーパーのところまで転がります。長いボール、20番岸からのフィードでしたがここは通りません。1対1同点となったこの試合、埼玉は今日勝てば首位浮上です。ただ宮沢が行くボックス内ですがここはふわりと浮いたボールクリアしていきました。15番の小田、拾ったのは仙台、武田を使います。武田から左足こぼれたところかき出していきました。ボックス内でしたがなんとか外に出していったという埼玉です。足を入れていく、高平から低いクロスボールが入りましたがなんとかケア、隅田が拾います。セカンドチャンス仙台、低いボール館が行きますがパンチング、足を入れていく。1対1一旦下げます。左足のクロス、ブラトビッチ、さらには高平ダイレクトで合わせますがこれはキーパーがキャッチ。しかし得点に向かう姿勢が見られます仙台。ヘディングで落として3番の一瀬から右へ、4番の足沼がケアしに行きます。ただかわして左足キーパーキャッチ。ゴールキーパーは船田真由。166センチ身長があります。長いボールヘディングで折り返します。10番の中島から宮沢、13番の武田が行きます。3番の一瀬からのフィード、走り込んでいく、いいパスになった、飛び込んでいった、決まった、8番の館、後半11分、館がやりました、2対1、勝ち越しのゴールを決めたのは館。序盤から素晴らしい働きを見せていた館が、ここで見せました。
クロスボールにピンポイントで合わせたという仙台、2対1勝ち越しです。矢方は第1節以来2試合ぶりのゴールということになりました。これでカップ戦はチームトップの2つ目のゴールを決めています。さあ前半からいい流れ、初勝利なるか。仙台はカップ戦ここまで勝利ありませんが、昨シーズンこの埼玉に対しては2勝、相性のいい相手です。ホームでサポーターの前で初勝利を届けることができるんでしょうか。岸から木下、木下スルーして橋沼、足をかけようかというところ、足を出していったのは中島です。8番の川野、川野から左、もう一度川野、ワンタッチで優村、一旦下げます。橋沼です。橋沼から24番の吉田を目指したボールでしょうか。11番の優村、そして佐久間、佐久間から優村抜け出していく、チャンスを迎えている優村のシュートは、ここはサイドネットにかかります。チャンスを作りました。ただ笛がありましてコーナーキックに変わります。今のチャンスシーン、優村が駆け上がって最後シュートとまでは行ってなかったようです。さあ後半初めてのコーナーキック、右足の巻いてくるボールになります。どこを狙ってくるか、同点を目指す埼玉、ニアを狙ってきた、ブラトビッチが跳ね返します。今度はスローイン、川野、川野から浮かせたボール、唐橋飛び込んでいく、シュート決まった、同点、サイド同点、24番の吉田、この吉田は昨シーズン4ゴール、今日このカップ戦初めてスタメンとして戻ってきて結果を残しました。競り合いに勝って最後はなんとか執念で右足を振り抜きました。2対2再び同点です。さあ凄まじいゲームになってきました。取っては取られ、取っては取られの展開、やはり埼玉としては今日勝てば首位浮上、なんとしても勝ちたい埼玉です。これはゴールラインを割ります。長いボール、ここはラインは割っていないようです。縦へのボール、館からのクロスボール、ボックス内、中島、隅田から一旦右へ、ふわりと浮かせたボール、
飛び込んでいくのは武田、キーパーがキャッチしています。さあ先ほど埼玉は選手交代があったようです。背番号18番三浦桃がピッチ内に入っているようです。さあその変わった三浦、背番号8番川野に代わって入りました。ボールの競り合い、唐橋がキープします。後ろから行くのはブラトビッチ。今日は攻守に果敢にいい働きを見せているブラトビッチです。ただ ここまで2対2、次に点を取って優位に試合を進めていくのはどちらか。マンヤからのボールは中島を目指したボール。宮沢から中島抜け出していく。中にはブラトビッチがいる。低いクロスボール、ここは外へ駆け出します。しっかりとボールをキープして、ただ仙台がまたしてもボールを奪い返した。武田からブラトビッチ、一旦下げます。向こう側館、高平から左足、小田へというところでしたが、手前側のタッチラインを割ってすぐにリスタート。こぼれたところ小田からワンタッチ右へ、ここはカットしました。宮沢足を伸ばしていく。高平から宮沢、一旦戻して隅田右へ、ふわりと浮かせたボール、武田ヘディングですが捉えきれません。2対2、後半になってからもうすでに3点両チーム合わせて入っています。前半はなかなか仙台埼玉ともに得点を取ることができず、最後にようやく点が入ったという形でしたが、この後半は開始早々から埼玉が取り、その後仙台が取り返し、またしても埼玉が取り、同点2対2となっています。手前側のタッチラインを割ってスローインは仙台。隅田から右へ、もう一度隅田に返します。裏を目指したボール走っていきます。22番の万谷、武田に渡った。ゴールラインを割ってコーナーキック、失礼しました、ゴールキックに変わります。後半ももう間もなくで20分を迎えます。ややこの後半も得点は3点入りましたが、この時間帯になって少し落ち着いてきたようにも感じます。こぼれたところ三浦が拾います。三浦から左へ、28番、この選手は先ほどゴールを決めた佐久間、ヘディング。13番の武田、しっかりとケアしていました。
コーナーキックに移ります。2対2、次の大事な1点を取るのはどちらか。27番の唐橋が行きます。左足のキックですので巻いてくるボールになります。インスイングのボールに対してどこに送っていくか。ファーサイドパンチング、もう一度コーナーキックに変わります。ファーサイドよく反応しました松本真美子です。さあ続いては15番の小田が蹴るようです。中央に選手が集まって内にも2人います。埼玉は1点に集まってそこから散らばっていく。中央こぼれたところ、かき出していきました宮澤。なんとかピンチを防いだ仙台です。ブラドビッチが行く、宮澤にボールを渡します。下げてマンヤ、高平から右の一瀬、隅田から右、向こう側のタッチラインを割っています。9番の佐藤楓からのスローインでした。館からヒールで落としてボックス内駆け出していきます。2番の木下、さあここで選手交代です。埼玉背番号15番の小田に代わりまして背番号6番の瀬野勇気が入ります。このカップ戦は初出場になります。選手の交代を昨シーズンは1ゴール挙げたというこの瀬野勇気、168センチと高さもある選手です。13番の武田、ふわりと浮かせた宮澤のボール、カットしていきました優村。ルーズボールは拾ったのは一瀬、リディングで折り返す三浦がキープできるか。ブラドビッチが行く、手前側のタッチラインを割りました。攻守にわたって活躍を見せているこの15番のブラドビッチ。後半ももう間もなくで半分を迎えます。さあ通った武田、ボックス内かき出していきました。いい形は作れたという仙台、すぐにリスタート。今日はここまで2得点、はここまで2試合戦ってまだ1得点と得点力に課題を挙げていましたが今日だけで2得点。この館のゴールもありました。館から中島、下げて宮澤から高平、縦へのパス、反応はできませんでした。キーパーのところまで行きまして船田が収めています。こちらは4番の高平、
左へ振った。一旦戻して立て直します。4番の橋沼から前線ユーブラ一瀬が対応します。隅田から一瀬後ろからなんとか中島がキープ。マンヤそこに行くのは三浦でしたがふわりと浮いたボールは館へというボールはキーパーのところまで行きました。後半も残り半分緊迫した展開になってきました。次の1点が大きな1点となりそうです。初勝利を目指す仙台、首位浮上を目指す埼玉、どちらが次の1点を先に取るか。6番の瀬野、瀬野から三浦、三浦からライン、失礼、サイドを変えていく。2番の木下、20番岸、岸から縦へのボール折り返してこぼれたところ中島に通ります。後ろから行ってここは笛がありました。背番号5番の瀬戸口です。仙台のフリーキックに変わります。隅田から左の高平へ、高平から万屋、ワンタッチで館、ここは岸が対応していきました。10番の中島、中島から遠めのシュート、パンキャッチしています。キーパー正面でした。リングでボールの競り合い、仙台の宮澤が中に切り込んでいく。ここはゴールラインを割っていました。ただ素晴らしいスピードを見せていったという宮澤です。今のプレー、失礼、先ほどの館のゴールですね。2点目、仙台の館のゴール、そしてこちらは埼玉の2点目、24番の吉田のゴール。この後半に両チーム合わせて3点入りました。後半開始早々は大きく動いたこの試合でしたが、この時間帯は落ち着いています。静寂に包まれています。次の1点が大きな1点になりそう、そんな意味を持つ3点目、どちらが先に奪うか。高い位置でチャンスを迎えているのは青の仙台。徐々にこのピッチ内も陰ってきました。サイドから抜け出していけるか。さあコーナーキックのチャンス、キッカーは中島。後半30分を経過、残り15分、
中島からのボールは一瀬を目指したところでしたが、その後ろでした。パンチング、こぼれているところ、入った、武田、失礼、背番号決めたのはマイナビ仙台、大きな3点目が入りました。大きな1点、背番号19番の佐藤楓、ふわりと浮いてこぼれたところ、右足で押し込みました。19番の佐藤楓、後半も30分を超えたところ、大きな1点が入りました。得点力が課題だった仙台が、この第4節3試合目にして3得点一気に取っています。ファールがありました。さあ残り時間も10分少々、その中で埼玉は同点に追いつくことはできるか、はたまた仙台がもう1点奪うか。館が中に行く、三浦桃がケアしています。長いボールは前線へ、右サイドを使っていきます。さあまたしてもチャンスは仙台、中島、一旦預けて7番の隅田、高平の左足、遠目から打っていきました。もう一度万谷、宮沢から万谷からヘディング、13番の武田奈々子、仙台は昨シーズン埼玉に対しては2勝、相性のいい相手に対してここまで主導権を握っています。同点に追いつかれる時間帯もありましたが、自分たちのサッカーを忘れず、しっかりと次の1点を着実に積み重ねています。一瀬から右へ縦に送ります。ただここは通りません。前半に仙台が先制、その後埼玉が追いつきますが、仙台が突き放し、それが後半だけで2度ありました。後半両チーム合わせて2得点ずつ、計4得点が入っているというこのゲーム。3対2で仙台がこのまま逃げ切るのか。残り10分です。20番の岸から瀬戸口、橋沼から縦、左サイド、18番の三浦から中、こぼれている、ケアしていたのは館です。館が前に運んでいく、ここは木下が前、ブラトビッチが処理します。仙台がホームで
このカップ戦初勝利に向けて素晴らしいサッカーをここまで見せています。前節は新潟相手に0対2無得点でした。それが今節ここまで3得点。ふわりと浮かせたボールはここは通りません。同点に追いつきたい埼玉。18番の三浦がボールをキープしたいところでしたが、宮澤が奪います。埼玉は第1節新潟には1対1の同点、第3節2戦目は大宮に2対1で勝利しました。ただ後半にともに失点をしました。この3試合目も後半に失点、今日に関しては2失点を許したという埼玉。ここで選手交代です。こちらは1点目、選手の飛び込んでいきました佐久間。その佐久間に代わって背番号28番佐久間道選手に代わりまして背番号23番の中村ゆしかが入ります。3対2、その差はわずか1点です。試合時間も残り10分を切っている、そういった中で埼玉がどうやって粘っていくか。選手交代をして動きが活発になるのか、それとも仙台がこのまま逃げ切ってホームでカップ戦初勝利を挙げるのか。館がキープ、ブラトビッチ今日大きな先制点を叩き出しました。胸で収めて中島から隅田、中島が行く、低いクロスをマイナスのクロスを上げようかというところでしたがボールを捉えることができませんでした。こちらが中島です。足元を収めた中島、そして宮澤、やはりどうしても仙台が持つ時間が長いか、埼玉としては一瞬の隙を狙いたいところですが笛がありました。埼玉のボールに変わります。ここまで2得点を挙げている埼玉。埼玉も前節大宮戦に続いて2試合連続で複数得点は取れています。ただそれ以上に失点が重なっているという今日の試合。24番吉田にゴールもありました。残り1点、この1点を埼玉は同点に追いついて終わりたいところか。まずはその1点を目指したいところですがなかなか前へとつながっていきません。さあ残り5分を切っています。三浦が奪う、キープする、ここはこぼれている、ルーズボールになっているところをすかさず狙っていきました7番。さあかわして中島、
左足クロスボール胸で収めた吉田。9番の宮澤右に中島残り時間もわずかです。マンヤここは手前側のタッチラインに割りました。宮澤から中島スルーして一瀬ここはカットしていきました橋沼です。向こう側のタッチラインに割りました。攻撃につなげていきたい埼玉。増えばない。ただボールをキープ。三浦から左へ。11番の優村。右に待っている。瀬野。中に行く。瀬野のシュートパンチング。こぼれている。押し込んだ。埼玉が追いつきました。なんという意地。27番の唐橋真由この試合終了間際に意地の同点ゴール。また追いついた埼玉。このの瀬野のシュートもあって最後こぼれたところしっかりと狙っていました。唐橋はこれでこのカップ戦2ゴール目になります。執念の同点ゴール。なんとまたしても追いついて3対3。こぼれたところ中島ブラドビッチ。もう一度中島。仙台がずっとボールをキープしてたんですが一瞬の隙を逃さなかった埼玉。これほどにまで取っては取られの展開が綺麗になることがあるのか。3対3。素晴らしいゲームを見せています。優村から後ろに下げていく。右サイドへ瀬野。先ほどの同点ゴールはこの瀬野から始まりました。さあ今90分を迎えました。アディショナルタイムは4分と提示されています。4分間の間にどちらかが点を奪うことができるのか。勝利を目指す、勝利にこだわる両チーム。カップ戦初勝利を目指す仙台と勝って首位浮上を目指す埼玉。3対3。次の1点は大きな大きな1点になります。間違いなく次の1点は決勝だとなるでしょう。中へかき出していく。瀬野から中へパスをというところでしたが一旦下げます。岸から木下経由して左
上がっていきます。ボールは仙台へ。このまま同点で終わるのか、それともどちらかが1点取って勝ち点3を手にするか。中島、5つからもう一度中島、そして隅田、中島から低いボール、4番の高平、ダイレクトで中へ入れていきました。ヘディングで押し返した。ふわりと浮かせた一瀬からのボール、手前側のタッチラインを割りました。素早いリスタートです。さあ残り時間わずか、宮澤中へ、リバキャッチ、果敢にゴールを目指します。押し返す吉田のところ、5番の瀬戸口が前へ、そして三浦、失礼、吉田、手前側のタッチライン割りました。大きな声を上げている優村です。残り1分を切っています。奪った23番中村、13番しっかりと対応していました武田。残り30秒、このまま終わるのか、どちらが決勝弾を放つのか。4番の高平、22番前夜、ワンタッチで経由して館へというところでしたが通りませんでした。残り10秒です。今目安の4分を迎えました。ここで試合終了のホイッスルです。両者後半だけで総得点5得点を取って3対3、素晴らしい好ゲームを見せてくれました。引き分けで勝ち点1を分け合います。この青、仙台館にもゴールがありました。素晴らしいゴールもありました。両者が健闘を称え合います。3対3、仙台は常にリードを取ってというリードを許す形がなかったんですけれども、最後の最後埼玉が意地を見せ同点で勝ち点1を分け合います。 S スタイルマッチで前田仙台レディス対シークレ ASL ペン埼玉、3対3で引き分けです。素晴らしい試合を見せてくれました。前半に1点を仙台が先制して、しかしその後埼玉が追いつき突き放し追いつき突き放し追いつくという展開でした。3対3、両者ともにこのカップ戦最高得点3得点を取り合って試合が終わっています。
さあ素晴らしいゲームを見せてくれました。この背番号15番ブラトピッチから試合が動き始めました。前半はなかなか共に得点が入らない時間帯が続いたんですけれども、前半44分にブラトビッチが先制ゴール。その後追いつかれましたが、館が突き放す2点目のゴールを奪いました。ただ勝って首位浮上を目指したこの埼玉、最後の最後まで意地を見せ続けました。佐久間、吉田、さらには唐橋、この3人のゴールがあって3対3です。今仙台の選手たちがサポーターに挨拶に向かいます。このホームでの初勝利を飾りたかった仙台だったんですが、惜しくも勝利とはならず、ただ最後の最後まで粘り強く戦いました。このカップ戦は最大の3得点取りました。なかなか前節で課題として挙げていたブラトピッチ、今日は足元にしっかりと収めて先制ゴールを奪いました。さあそれではこの試合のハイライト振り返っていきましょう。 Bリーグカップ第4節仙台対この埼玉の一戦です。まずは7分仙台、マンヤからのクロスに最後は館、クロスバーの上惜しくも外れました。ただその直後埼玉です。16分、11番の湯村が前に1人で運んでフィニッシュまで持っていきました。ただ最後は松本真美子がこのファインセーブ、何としても得点はやらせない、そんな気迫あふれたプレーでした。そして試合が動いたのがこの44分、ブラドビッチがヘディングで頭で合わせて先制ゴールを奪いました。ただこれはほんの序章に過ぎませんでした。後半に入って大きく動きます。後半4分、このボールに飛び込んでいきました佐久間、川野からふわりと浮いたボールに飛び込んでいった佐久間が同点ゴール。しかし仙台です。後半11分、館がヘディングで合わせ2対1、勝ち越したのは仙台でした。ただその後またしても埼玉が吉田のゴールで同点に追いつき、これで2対2。本当にこの後半だけで目まぐるしくこの試合が動きました。さらに仙台、このこぼれたところを押し込んでいきました。19番の佐藤楓、昨シーズン1ゴール、そしてこのカップ戦でも初めてゴールを奪いました。ただこれで終わらなかった埼玉、瀬野からのボールこぼれたところ押し込んでいった唐橋、これで3対3、試合が終わって仙台と埼玉の一戦は両者3対3で引き分け、勝ち点1を分け合う形となりました。
もう試合終了した瞬間には選手たちが本当に全てを出し切ったというような表情を見せていた今日のゲームです。さあ改めまして今日のゲーム、仙台としては初勝利を目指した戦い、一方埼玉としては勝って首位浮上をというゲームでしたが、両者3対3引き分けに終わっています。ウィーリーグカップは今日で第4節を迎えました。これでグループ A は全チーム3試合を戦ったことになります。次節の戦いは仙台はアウェー戦になります。浦和との対戦、9月18日日曜日に行われます。一方の埼玉は長野との対戦、ホームに戻って9月19日月曜日の戦いです。なかなか試合が動かなかった前半、目まぐるしく動いた後半、本当に見応えのあるゲームとなりました。サポーターも本当に試合が終わるに向かってすごい熱いゲームとなっていき、声援も歓声も大きくなっていきました。第4節終了して3対3引き分けで次の試合へと向かっていきます。